ある夜0時過ぎのことだった。都内のダイニングバーで佐藤がある女性と見つめ合っているシーンを目撃した。ドラマ、ショムニ2013。フジテレビ系、で、スタイル抜群のフェロモン女子を演じた森だった。二人は赤ワインをジンジャーエールで割ったカクテル、キケ、を飲んでいた。芸能界一の共演者キラーと呼ばれ、これまでも石原さとみ前田敦子広末涼子といった共演者たちと浮き名を流してきた佐藤健。しかし、実は森との共演はない。健くんは同じ所属事務所に男女問わず友達が多いんですが、カンナさんの友達と被ってるんです。二人は飲み会の席で顔を合わせるうちに、いつの間にか一番仲良くなっていたんだそうです。カンナさんは転勤族の家庭で育ったから、誰とでもすぐに打ち解けるフランクな性格。それにあんな美女なのに、一人焼肉も一人ラーメンも日常だし、めったに酔わない酒豪で、女子が大好きな恋バナとかまずしないという男前。そんなギャップがタケルくんのツボだったみたい。二人が深夜ツーショットになるのは、実はこの夜だけではない。女性セブンが佐藤と広末の不倫を報じてから急接近しているという。タケルくんは、さすがにもう広末さんに会えなくなって、寂しくてたまらなくて一時期随分落ち込んでいたんです。そんな時、タケルくんは仲間に携帯メールや LINE の一斉送信で集合をかけて、悩みや愚痴を聞いてもらうタイプなんですが、みんな売れっ子で忙しいし、全く時間が合わないわけですよ。それでもカンナさんだけは、いつでも何時でも、タケルくんの誘いには必ず駆けつけて話を聞いていたそうです。逆にカンナさんは、友達と飲んでる時にタケルも呼ぼうよっていうようになったみたい。また、佐藤は森に対して、これまでの女性にはあまり見せなかった部分を見せているという。もともとタケルくんは相手が年上でも甘えてもらいたいタイプなんですが、カンナさんの前では完全にゴロニャンだそうです。カンナさんは超ポジティブ思考で、基本軸に自分はすごく恵まれていて、今、幸せという考えがあるからくよくよ悩まない。だからタケルくんは彼女と話してると悩みも忘れてすっかり癒されてしまうようですね。